NPM とはパッケージ管理システムの一種。ノードパッケージマネージャーの意。なお、NPM とはノードパッケージマネージャーの頭文字を取ったものではなく、実際はバクロニムである。ライセンスはアーティスティックライセンス2.0。ノード JS のパッケージ管理システムであり、V8 JavaScript エンジンで動作する。NPM 自身も JavaScript で記述されている。 Node.js はサーバ上で動作する JavaScript であるが Node.js を使ったツールが開発されるようになるとこれらを管理するバージョン管理システムの必要性が生まれた。NPM は Node.js のツールやパッケージをインストールしたり管理したりするだけでなくパッケージを扱うためにインターフェースを備えている。リポジトリ機能も備えており必要とするパッケージの検索。 ダウンロード、インストール、アップデートを行えたり、開発したパッケージを他社に公開できたりする。開発元である NPM Inc. は2014年に設立し、2020年に GitHub に買収された。ありがとうございます。